ライブインサッピ内のタッパーの SF 8月12日木曜日第85回目の配信です。改めましてドライブインサッピ内のジェイク椿です。お久しぶりです。いや暑いですね。もうずっとねえ、いやそんなね、なんかね、幸い不幸中も毎週金曜更新しておりますのでね、暑い中ですが、ぜひそちらの方もね見ていただければいいなと思います。やっぱ夏にちなんだことをね、一応ですね、やっておりますのでね、まだ見たことないよという人はぜひ見てほしいなと。もうあれだね、幸い不幸中もね、もうあと何だ、まだか、そんなんでもないけど、もうちょいぐらいで1年ぐらいなのかな、配信が始まってね。まあ週に1回だからそんなにね、話数もね、多いわけじゃないんですけどね、一月だってあれか、4本から5本ぐらいなんでね、なるまあ1年経ったとしても50話ぐらいかね。そうだよね、まあ、一応50話をね、シーズン1の目安とで、それ以降はシーズン2としてね、何かね続けていきたいなと思っておりますし、何か違う展開なんかもね、幸い不幸中ね、今後ねあるんじゃないかなと思っておりますけど、どうなることやらと。ということでね、それと今同時進行でね、10月11月頃にやりたい、やる予定のお芝居のねお話も今進めておりまして、まあ年内にやることはもう確定なんですけど、劇場の都合だったりとか、あと今のねこの世間のねコロナによる影響で、まあちょっとずれたりとかね、日程がなかなかこうはっきりしないというところと、もしかすると当日になって、急にちょっとダメだということになるかもしれませんが、やりますので、はい、ね、今だからその本を書き進めているところです。今までと違ってね、二人芝居なんですよ今回は。で、二人芝居って別に書いたことは あるんですけど、本当に短いね、10分から20分もないか、まあ長くて10、まあ、20分とかの二人芝居っていうのを書いたことがあるということで、それがね今回まあやっぱ60分かな、60、70分ぐらいを目安に今、ちょっと書いているんですけど、やっぱね難しいですよね、いろいろと、ね、今まで書いてきたそのこれぐらいの尺でなると、やっぱりね何人かといて何人かキャラクター出てきてる方が、まあいろいろ展開はしやすいですよね。なんでまあちょっとそれもいう、そういう意味でも挑戦ということでね、また今回もいろいろとねやってみようかなと思って、難しいですけどね、どうにか面白い作品をねお披露目できたらなと思っておりますのでね。でね、やっぱそういう風にね本書いてるとね、どうしてもね音楽、劇中に出てくる音ですよね、なんかもやっぱこだわって今までやってきたんでね、ただね今回配信ということもあるのでね、ちょっとね曲の選びはね慎重にならざるを得ないと。まあなんでしょう、著作権料とかね、そういった類のね、お金をねまあある程度支払えば、問題ないというところではあるんですけど、どうしても今回
ちょっと難しいなということになって、おりますのでね、そういったものが、あまりかからないようなものを探しつつ、さらにそれが合うようなね、お話、お話に合うような曲を探しつつ、本を書きつつということで今やっておりますよ。なかなかね、思うようには進んでないところもあるんですけど、やらねばというとこですね。いや、まあいいか、これはまだこういった話をしすぎるとね、ちょっとね、ネタバレになりかねないのでね、僕の場合ね、いろいろ話しすぎてしまうのでね、ちょっとこれはね、いいぐらいにしときましょうか。今僕の次の公演に向けた、活動と動きということでした。はい、でいうことでね、ちょっと今回はいつもよりもね、だいぶ短めでね、配信を終えようかなと思っております。明日スーサイドスクワットが公開というところで、あとねフリー会も公開されますね。この辺が今僕は、気になっておりますと。もちろんすぐ見に行きますよ。とりあえずはスーサイドスクワットかな、それをまず見てということになりますね、というところで、ちょっとねいつもと比べるとだいぶ短いかもしれませんが、今回の配信はね以上にしようかなと思います。タッパの SF 以上です。それでは、また次回お会いしましょう。ジャイクツバキでした。それじゃあまた。